まずこのチューブをここに置いて、まあ、これはですねちょっと枕で使うんですけど、さっきの練習用のえっ、ー、と太鼓を置きます。でちょっと叩いてみたいと思います。これうまい具合にエアサスみたくなってるんです。要はここで衝撃を吸収してくれるので、これがサスペンションみたいになってるんですよね。マイクの方にも入ってると思いますけど、さっき床へ振動してた音を拾ってたはずなんですけど、今回は音が入ってないと思います。マンションなんかに住んでる方はぜひこういうのを利用してみるのもいいかなと思いまして、ご紹介させていただきました。以上です。